彼らに話を聞いて、それをちょっと掘り下げる。彼らの感覚でやってる部分をこう言葉に、言葉っていうか、その、ちょっと置き換えて説明していくみたいなことをしていったんだけど、まあ、今回は学なんで、ちょっとこう、ゲームメイクの話を聞きたいなと。まあ、僕はゲームメイク、はい、まあ、違う、俺もなんて言うんだろうな、ポジションは後ろなんだけど、どっちかっていうとこう、ゲーム全体をうまくコントロールしたいっていうのがあって、学自身はそういうこう、なんだろうな、自分、いわゆるこの前の天才の二人はどっちかっていうと自分がなんかこう、決定的な仕事をするとかで、まあ学も決定的な仕事はしつつも、どっちかというともう少し一歩引いたところでゲーム全体をこう掌握したいみたいな感覚があるのかな、個人的に思うんだけど、そういうのはある？ ありますね。だからそれもこの間動画見てて思ったんですけど、まあやっぱだか、ああいう選手たちをなんか僕らはどう使うかっていうところになるので、まあ立場は違うんですけど、うん、まあだから、よりやっぱチーム全体を掌握する立場に近くて、うん、うーん、そうですね。まあ、この局面、まあもちろん個人も大事なんですけど、対局でどう見ていくかっていうところにより重きを置くポジションであるかなって。まあもちろんセンターバックもそうですし、まあ僕のポジションもそうですけど。そのあたりって、育成年代とかでさ、学も結局まあ、言ったら、中学生、高校生ぐらいはさ、その、なんていうな、地域でも有名で、ね、アンダーとかも入ってて、で、野沢とかタクとかも、まあ、タクとか、モツさんとかも、まあ、そうだったわけじゃない。で、学自身も、その、中盤ですごい選手だっていうところ、僕らも噂を聞いてるほどだった中で、そういう、こう、彼らとちょっと違うところの感覚があるっていうか、あったって気づいたのはどこに、つまり自分の特徴として、彼らみたいに少しこう、攻撃にどんどん出ていくっていうよりも、ちょっとこう全体をうまく調整していくようなプレイヤーになっていこうみたいな感覚はどっかであったの？そう、それを思い出したんですけど、まあ多分原点としては中学生に入った頃ぐらいですね。どっちかというと小学生は、まあ二人みたいなプレイスタイルに近かった。それこそ、まあもっと、個人的な部分で、うん、まあ、ゴールを決めたりとか、うん、アシストしたりとかっていう部分が強かったんですけど、うん、なんか中学校に入る段階で、うん、まあ、自分より体格の大きい選手とか、自分が通用してたスピードとかっていうものとかが全くこう通用しなくなってきたときに、まあ、そこでちょっとプレースタイルが変更せざるを得なかったというか。それじゃあやっぱ山田でちょっと上の年代でやった時ってこと？そうですね。まあ中学校自体も、まあ中1、まあ小6から卒業して入りたての中1と、もう中学校3年生って全然もう体格が違うじゃないですか。なんで、まあそういう育成年代ってすぐこう体格がもうどんどん変わっていく時期なんで、なんかそういう変化も生まれやすいのかなと思うんですけど、うん、まあそういう、なんか自分が通用しなくなった部分をどう、じゃあ改革していこうかっていう部分から、そういう、まあ、ゲームメイクというよりは、周りをどう活かしていくかっていう部分によりフォーカスしていった時期ですね。自分の中で楽しい感覚もあったの？もともとそういう人を生かしたパスとかっていうのは小学校時代からもやってたんで、うん、なんかそういうところに喜びを覚えるタイプだったんで、そこは別に、なんだろう、ゴール決めれないから楽しくねえなっていう部分ではなくて、うん、すごい楽しんで意欲的にやってましたね、その辺は。で、そこからまあ、鹿島入って俺もまあ出会った頃だけど、鹿島に入ってプロに入って、まあ中盤で、ね、鹿島も当時3連覇した後だったかな。はい、そうですね。メンバーも中盤もたくさんいる中で、で、プロの世界に入って、まあ試合もね、早い段階から結構出始めて、で、プロのいろんなものを感じてきた、すぐ行って感じてると思うんだけど、その感じる中で、自分のこう、生きていく道みたいなものっていうのは、どういう感じでその頃考えてたの？まあ、本当、さっき話した部分の、それがそのままなんか、プロの時代でも同じことが繰り返されるみたいな。なるほど。部分で、やっぱこう、通用しない部分ってたくさんあるんで、
じゃあそれをどう消化していくかっていう話と全く一緒なんですけど、うん、まあ具体的に言うとなんだろうな、そうだ、中盤の選手って、まあ、試合に出、え？中盤の選手ってプロに入って最初何感じるんだろうなと、俺らとかはセンターバックだからまずフィジカルです。例えば外国人ストライカーとバチバチやんなきゃとかっていうところから最初入って、そこがうまく対応できるようになったら、じゃあそれ以外もどうしようかっていうところなんだけど、中盤ってどうなんだ、プレッシャーとかかな、まあ、フィジカルもあるだろうけど判断とかなのかな、どうなんだろう。ああ、それはありますね。まあより総合的に感じるかもしれないですね。なんかどれか一つかっていう、もちろんフィジカルもそうだし、まあもしかしたら自分のこう強みとして感じている、なんだろうな、テクニックもそうだし、判断っていう部分で勝負してきた選手にとっては、他のプロのサッカー選手を見て、その部分のレベルの高さに驚くかもしれないですね。まあ、一番は。それ自分とより近い部分の確かに確かにところに、そうタイプが同じ選手がいれば、例えば、まあ、三尾さんとかもそうだし、うん、似てる部分を感じる選手がいれば、そのレベルの違いは感じるかもしれないしね。まあ、と同時にやっぱりフィジカルとか、の部分も別に僕は強いわけではなかったんで、まあ、そういうところにも違いを感じましたけど、まあだから、なんだろうな、まあ、チームがアントラーズだったんで、やっぱり三尾さんとか、三尾さん、青木さん、あの時は本田拓也さんと近瀬さんで4人いて、そうだね。で、そう。各選手やっぱり違う特徴があって、はい、うん、で、その特徴を自分にこう、吸収させようという部分は、一番最初に考えてたかもしれないです。ああ、まあ、なんだろう、本田さんだったら、まあ、そういうボールを奪い切ったりするして、うん、まあ、広く、ピッチを使うところだったりとか、まあ、近谷さん、よりこう、攻撃的に、どんどんこう、縦に早くこう、動き出していくとことか、うん、まあ、青木さんはしっかりバランス取りながら、まあ、ロングパスの精度がすごい高いんで、まあ、そういう蹴り方を自分で真似したりとか、まあ、三尾さんで、なんだろうな、勝負どころを分かって、まあ、なんかここでイカ出ちゃいけない、この局面で絶対負けないところとか、うん、でも、なんだろうな、もともと前でやってた選手なんで、うん、そういうちょっとこう、相手を透かすような技術を持ってるんで、うん、まあそういうところを真似したりとか、うん、っていう、まあ具体的に言うとそんな感じのようなところを、毎日の練習の中で見ながらやってましたね。そういう意味では確かにその時の4人ってみんな元代表というか代表の経験が全員ある選手たちで、その時点でもある程度学の中で日本代表の選手たちがこのぐらいなんだっていうのはすぐにこう練習の中で感じられたっていうのはまあ大きいよね。そうですね。まあだから入ってきたっていうのもあるんですけど、まあそれ、まあなんか他のチームの選手っていうよりはまず自分のチームの選手でそれを感じたのは、まあ大きかったかもしれないですね。うん、特にその後、まあ、ポジション取ってから、三尾さんと比較的ね、横でこう、プレイすること多かったですね。で、俺なんかは最初に入って、大岩さんとずっとコンビ組んでる中で、やっぱりそのさっきの三尾さんの勝負どころって言ったけど、こう、いつどこでみたいなところ、それってさ、なんかこう、なんじゃな、言葉で説明すればそうなんだけど、それよりもやっぱこう、感覚でさ、感覚っていうか、試合の中の瞬間的に選ばなきゃいけない局面の時に、あ、こういう時にこうすることするんだってことを、こう、横で感じられるってすごいいい経験だったと思うんだけど、そう、三尾さんとこう組む中で、なんか他にも何かある？いや、三尾さんの、なんだろうな、まあ、勝負どころ分かってる、まあ、なんかいろんな、まあ、カシマアントラーズって、やっぱそういう、なんかこうポイント分かってる選手ってやっぱ多いと思いますけど、それを言語化しようと思っても、なかなかちょっと結構難しいというか、そう、それこそ感覚的な部分なんで、で、それを僕らも感覚でちょっと感じていくしかないんで、そう、なかなか表現は難しい。ですよね。そう。
そうそうそう。なんかね、試合の時のこの流れだったら、ここでバチンって止めとくって、なんとなく俺らの中では共有されてるけど、じゃあそれをいつですかって言われると、まあそれは確かにちょっと例えばくさび当たったとこ厳しくいくとか、そういうことは言えるけど、うん、で、その瞬間的な空気感の中で、今チーム全体がここだぞっていう感覚って、やっぱり、こう一緒にこうやらないとなかなか、こう、でもそれって、あるよね。それの感覚って多分、その、前回話した二人の天才と話した時も、うん、あの、まあ、要はその状況とか環境に応じて変化させ、自分を変化させていくっていうところと、うん、まあ、通じるところだと思うんですよね。うんうん、そういうのが分かっているっていうか、理解が深い選手は、うん、まあ、勝負どころが分かってるっていうふうにも形容できるのかなっていう。なるほど。まあ、そうか。だから隣でやってる、時に、まあ、みそさんも全然なんだろうな、言葉が多い選手じゃないんで、うん、まあ、なんかこう、まあ、聞けば答えてくれますけど、うん、普段からああしようこうしようっていう選手じゃないんで、うん、なんかこう僕も見て学んだっていう感じですもんね。